アマングアスとは最大10人で対戦ができる人狼ゲーム。船員と1人から2人の裏切り者に分かれる。船員側はタスクを全員が完了するか。今ライトしぼまりませんでした。めっちゃ綺麗やったよ。話し合いで全ての裏切り者を排除するか。勝利となる。裏切り者は近くにいるクルーを殺すことができ、クルーと裏切り者が同じ人数になると勝利。裏切り者はスキルを使って妨害したり、強制的なミッションを発生させることもでき、強制ミッションのカウントがゼロになっても勝利となる。チャンネル登録はまだお済みでない方、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。時間過ぎの早っ。なんかたまたまやったけどな、あれは狙ってぬくかびしようってわけじゃなかったからたまたまでよかったたまたま重なったから重なっていいかなみたいな感じでヒュイって言ったらえって感じだったかな。はいはい、はい、白い、ちょっと早たい、ちょっと若干早いかなとは思いましたが、いや、うん、うん、まあインポスターやる気なさそうっすね。あ、ドア閉めがありました、時間差で。あ、ドア閉めか。はい、どこなんで入り口閉まってました。カフェか。はい、一個いいっすか。はい、高田さん、ちょっと僕のこと狙ってますか。ちょっと狙ってます。あ、ちょっと狙ってます。どういう意味ですか、狙ってるって。なんか後ろからすごいピンク色の気配が。ピンク色でもなんか僕目線だとオラフ君一回待ってたから、多分まんざらでもまんざらでもないと思うよ。あれでしょ、あの前らへんじゃない。そう、ちょっと一回って高田さん待ってたから。違う、待ってない。ツンデレかな。待ってます、もしくはオラフ君が高田さんのことペットだと思ってる。やばいやつ。高田健。やばい、オラフ君最高やろ。最高末じゃん。だいぶやばいよな。怖っ。高田犬飼ってたのか。なるほどね。秋田犬みたいな言い方して。ほい。すげえ最強のペット飼ってるだろ、それやったら。それだったらすげえ最強のペット飼ってるで、僕。それだったら、すげえ最強のペット飼ってるよ、マジで。よし。青、オレンジ。はいはい。あ、素晴らしい。宇宙警察だ。今アドミン付近で迷子の子犬を発見して、多分飼い主を探してるんだと思うんですけど。誰ですか。いや、高田さんがうろうろしてたらきっと。あ、高田さん、オラフ君が。僕落ち着いましたよ、高田さん。はい、落ち着いた。そっちか。ストレージの急なところで目撃してましたから。高田健ですか。すごいなんか探してる動きを見せながらうろうろしてたんで。いや、そう、アドミン見に行ったからね。かわいそうだなと思って。あの、警察としてはやっぱりね、あの、保護しておかないとと思ったんで。迷子センターがアドミンなんだね。犬のおまわりさん。はい、犬のおまわりさん。本当のおまわり。白いな。その話だと迷子は子猫ちゃん。そうなんですね。犬のおまわりさんは確かに警察官さんは子猫ちゃんだったな。かわいいな、それだって。高田キャット。高田にゃんし。かわいい。それいいね、それかわいい。やばい、気に入られちゃった。高田にゃんし、かわいい。
可愛い路線に走りたいんだ。可愛い路線走りたい。ちょっとこれ絶対ついてくれでしょ、高橋さんも。いや、ちょっとついてくるんですけど、マジで。いや、マジでついてくるわ。高田さん、いや、これ高田さんインポスターじゃないと思うけどな、この余裕は。非常に残念なお知らせがあります。俺これ分かった。あ、いいですか？あの、僕のペットが今、夏目先生を切って。あの、宮さんに首輪つけとけよ。あの、宇宙警察じゃないのこれ、違うの。あ、よかったよかった。これは。視点からね、正直見えなくて、ブシュっていう血しぶきだけ見えたから。いや、あの、右の方に、ピューって言ってましたよね、高さん。僕のイルが殺しちゃってる。あれでしょ9のところで殺して、あの右下のゴミ捨ての方に行く宝さんがいます。もちろん、犬が僕は知ってるから、俺のこと。コミュ前で。コミュ前？コミュ前？コミュ前でダウンロードをしているのを見ました。あ、コミュ前で見ました、見ました。で、あれか。まあどっちみちもうしゃあないな、これは。非常に、これは非常に非常に残念なお知らせ。でも、飼い犬の不始末はやっぱ飼い主が。一緒にロー、これはローラーで、ローラーの飲みます。ローラー飲みます。これはローラー飲みます。はい。指定がなってないか。本当だよ。首輪つけとかないから。首輪つけとかないとちゃんと。ウェポンで夏目先生見たから、その後メアさん来たから、メアさんかと思った。なんでよかったまた僕が。いやでもね、俺見えなかったから、名乗り出てくれてむしろよかった。いや、レポートが入らなかったら、レポート入らず逃げられてたら、あかんだ。短い命だったな、マジで。高さん。これ、最強戦法があるんやけど、僕に入れた人誰ですかって言ったら、割と強くない？これ、僕に入れた人誰ですかって。僕の2票誰ですかって言ったら。さよなら。あ、1個いいですか？僕、つってもらっていいですけど、僕に入れた2票、高田さんとあともう一人誰ですか？あ、それ聞きたいね。それだけで。あ、俺。あ、そんな感じなんか。はい。まあ、飼い主からかなと。あ、わかりました。ね、はい。あ、まあまあ。うん。じゃあ僕は、まあ一応スキップ入れますけど。理由ありますか？スナパイさん。飼い主からかなと思って。ああ、そう。でもあの、飼い主を逆に先に釣っちゃうと、もう暴れ馬になっちゃうからね。馬犬からね。うん、あの、その前のターンで、高田健志が迷子になった回あったじゃないですか、ターン。はいはいはい。はいはい、あのターンで給油してるんですよ、高田健志。はいはいはい。で、その次のターンも給油のところで死んでるってことは、高田健志白だった場合、給油終わってるところにまた給油してるんだよね。じゃあもうスキップでよくね。それなのに入れたんですか？うん。まあでも給油でも2回しますしね、なんなら僕もでもさっきのターン高田さんが給油しに行ってるのは見ましたけど、俺がでもこれ僕が先に給油してたところに高田さん来たんで、あ、やってるなってもう1回やってるパターンとかないですか？一滴一滴だったらアドミンに行かない。確かにそうだね、そうだね。でも高田さんは結構そう肩にはまらない人なんだ。高田さん多分僕を探してキルしようとしてたんかなと思いますね。うん、さっきのね。はい。あ、さっきの恨み。なるほどな。はい。まあこれ残るんかな。情報別に深い理由はないよ。いや、でもスナパイさんのその給油情報って結構熱いと思ってますよ、僕は。うん、つられんかった。今日オラフさんに入れましたが、これ入れちゃった。白角で見ますもん、オラフ。俺は給油。スナパイさんは入れた。スキップした、スキップした。高田さん、タスク頑張ります。高田さん、タスク頑張ります。
あれあれ下。あ、いけ。下だ。エレクトリカル。スナパイさん抜きするけどな。はいはい。泣いたー。ナイスボタン。押しておきます。レフシンさん、今、はい、ベントハイって出てきました。あら入ってない、入ってない。あれは、これは。センターさんと私がリアクターダムを直しに行ったときに、私が上担当だったんですけれども、はい、うちにさんが番号、数字ピコピコする左上のところから、いきなりシャーって現れて、しかも右下に抜けられていったので、これはすぐ弁当から出てきたっぽい動きに見えたんですけど。あれもともといませんでした、レプチンさん。もともといましたよ、僕。なんなら上直したのレプチンさんですよ。うん、はい、上直したの私。あ、じゃあ僕も押してた。まあじゃあ2人ってことだと思います。僕最初1番についていなかったんですよ。うん、1番にいましたよ。で、下行っていなくて、上行っていなくて、で、中央の方で待機しようと思ったんですよね。そしたらみんななだれ込んできたんで、じゃあ僕上に行こうって感じで。じゃあすいません、見間違いかもしれません。うん、平和ですね、じゃあ。はい、大丈夫。山田パチーさんがいたら一応いや、いたのは大丈夫。一応白の可能性もある。ベンさんが弁当見たっつってんだから見たんだよあ、でも あるのは誤操作とかで入っちゃったとか。ああ、一瞬ね。あるかなと思います。いや、やっぱりゲンさんとレプチンさんが上直したのを僕は見てますはいはいはい。じゃあ、うん、いやなんかちょっと不可解だったんですよね、動きが。うん、あ、でも、いや、僕が入ったタイミングで、一番に入ったんで、うん、中央で待っときたかったんですよ。下とかで待ってたら、うん、後から入ってきた人が、誰か来るの待って、上と下に分かれたら時間がロスじゃないですか。入り口で待っといて、一人来たら二人で上と下に分かれてってしたかったんですよ。なんで先に入って、僕は一番って分かんなくて、入った時に下見て上見て、あ、俺一番なんだ。じゃあ中央で待とうと思って、上から中央の方行ったら、その動きが弁当から。ちょっとこの必死さは村っぽいな。やってなさそう。やってなさそう。本気で弁明してる感じがします。息継ぎが死ぬ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 って感じ。おお、2本も入ってる。私入れてないですよ。え、高田さんじゃないの？俺入れた。びっくりした、びっくりした。高田さん死んでるのに俺入れた、俺。いや、これスナパイさんインポスターじゃない？割とスナパイさん抜きするけどな、インポスター。ケンさんではないと思うよな。上あるか。エレクトリカルセンターさん。オーマイガー。お、え、おー、来た。あれ、はい、オラフ君がエレクトリカルの中で死んでました。で、配電盤より手前の方ですね、入り口と配電盤の間ぐらいで死んでました。だから弁当とかの方じゃないです。これアドミンで見てたんですけど僕、はい、結構2になって時間長かったんですけど、はい、あ、そうです、僕奥まで見に行きました。じゃ最後の瞬間まで 2でした。最後の瞬間までニナの見てます。弁当移動してないんで、うん、言ってることは本当なんですけど、なんか、うん、あ、遅かったなと思って、あ、そういうことか、奥まで行ったからか、うん、あれ、エレクトリカルから出てくる誰を見たんだっけな。ちょっと前にメイヤーさんがロアエンジンの左下の助けやってて、うん、で僕が後から来て抜けてって、でその前に俺給油してから行ったんですけど、マシャカリさんがエレクトリカル入ってるの見たんですよ、はい。いや、入ってないですよ。レプチン男性で僕無理ですよね、レプチンさんそっち行ってるんだったら。弁当じゃない限り無理ですね。なんかだからさっきまでメイヤーさんが行ったからワンチャンまだいるかなと思って奥見に行ったけど、弁当も動いてなかったし奥に誰もいなかったから、
その前に移動したら分かんないですけど。と、アドミンに結構いて、で、最後にメットベイにスナパイさんと、トゥーンさんがいたんで、無理かな。で、あ、で、まあ、そうだね、2人いたんだったら弁当は多分ないんで無理で、俺、福井さんのソロワイン。目撃ありますか、うん、俺はこれね、見た気がするんだよな。僕、じゃあ、ロアのあたりですれ違いました。十字路で。エレクトリカルから出てきて、うん、テンさんがストレージ側の方行って、僕はロア側に行って、で、うん、すれ違い、アッパーメッドベイに入って、助けやるか悩んでやめて、アドミンの方に向かってたらレポートって感じですね。あ、センターさん、後ろから来てたってことか、じゃあ。でも、ロア行った時、メイヤさんしか見えなかったな。あ、じゃあ、俺が左下入ってる時なんだな、じゃあ。ちょっと。僕視点はレプチンさんかメアさんなんだけど、レプチンさんはメアさんできないの？いや、わかんない。だってその俺、僕が左にいるときにレプチンさんがエレクトリカの前通って、そのタイミングでマシャカリさんが入ってるんだったら、僕って絶対できなくない？入ってないけどね、俺、エレクトリカに。入ってなかったか。と、ゲンさんは無理なんでしたっけ、うん、そのままアドミ行ったけどな。はい。ゲンさん、初手はエレクトリカル一緒に入ってる。まあ、その後、ウェポンなんで。いやー、お疲れ様でーす。あ、お疲れ様です。ちょっとはい、ちょっと犬ちゃんと、いやー、あれはなかなかな暴れ方でしたね。暴れなんかそもそも組み付けてましたちゃんと。いや、もう途中から暴れまくってましたね、はい、もうずったかする気がつけないとやばいですよ、ね、いやー、確かに犠牲縄と無知で、はい、どういう状況でやられたんですかあれ。いや、停電時に夏目が怠けて給油をしてたら高田健がガブってやっぱりかなんか、うん、そういう状況だった、ね。まあ、夏目がタスクをしてないのも悪いけど、ね、はいはいはい、いやいや、で給油してたんでしょ。給油してた。え、じゃあもう全然大丈夫ですか。ああ、大丈夫。あ、サボタージュを直すやつは三流。三流。いや、もうそれを狙ってきましたね、だからさ。素人。いや、でもこれもほぼほぼきついやろうな。頑張ってほしいけど、これ高田健は次マシャを恐喝してんの？確かに。みんな探しってたな、これめっちゃメットベイメットベイ1だったね、かと思って、結構すれ違ったんで、押しました生きてるかな。まあ、いいんじゃないですか、タスク勝てるでしょ、うん、もう終わりかけ、まあ、高田さんで連れてるでしょ、うん、てかもうオラフ君を手にしてくれたので、オラフ君が死んでるからですもうワンちゃんの悪い行動だったということで噛みついちゃったんだね。そうですね。しつけがなってないから。夏目先生、なんか変な匂いしたんじゃない？臭かったから。歯むき出した。めっちゃ言われてるやん。いや。いや、ボロクソ言われてますね。ラウさん、夏目、ちょっと臭い？いやいや、いい匂いしますよ。変えで、ちゃんと変えで、ちゃんと変えで。あ、いや、いい匂いし、いや、いい、給油の匂いしますね、給油の匂い。給油の匂い？給油の匂い。給油いい匂いだよね、ほら。給油いい匂いっすよ。いい匂い。いい匂いでしょ。いい匂い。どんな匂いする？いや、ちょっと癖のある匂いする。もう知らん。いや、嘘です、嘘。斬新だ。給油の匂いって癖やもん。今のうまいな。うわ、今のわかんない。でも結構スナパイさんかと思ってたんで。今の何？今ない、うん、なんか。スナパイさんが殺されてるから、スナパイさんはない。はい、スナパイさんもいなくなったんで。うん、今の。なんか、すごい。いや、なんか、センタンさんはありえない、絶対。そうですね。スキップしましょうね。うん、入っていいと思う。僕目線、マシャカリさんかトゥンさんのどっちかだとは思う。ゲンさん。僕目線も、青か黄緑、メイヤさんかマシャカリさんです、ね。うん。で、プチンさん、センタンさん、デプチンさん多分ずっと、トの字にいたでしょ。アドミンの。もうどうせ立ってんだろうなと思って、あそこで。僕目線も正直わかんない、誰かが。センタンさん無理、レプチンさん無理。うん、そうですね、マシャカリさん。まあ、タスクで勝てるでしょ。うん。じゃスキップでいいや。僕だけだと思います、多分タスク。あと。OK です。OK です。僕、もう死んでもいいんで、助かります。
サボタージュだけ言ってもらって。オッケーです。オッケーです。オッケーです。あ、でも今のキルうまいな。いや、うまいっすね、今の。俺わかんなかった。わかんなかった。なんか、どっちがやったかわかんなかったっすね。メイヤーさんかマサシさんっぽいけど。キャラコンか。そうですね、そうですね、もう、どっちかなんですけど。でも、プロゲーマーじゃないから俺には無理だ。あー、面白。プロゲーマーじゃないから俺には無理だ。プロゲーマーだったらできるんだあれは。あのこの後負けたとしても俺プロゲーマーだからだったってことだよね。あ、確かに言い出すからなんか返し考えとかないと。スナパイさん、あ、臭い？なんつめ、ほらちゃんと匂い嗅いで、ほら臭い。え、臭い？ほらいい匂いでしょ、ちゃんと体洗ったもん。夏目毎日体洗ってるもんね。え、お、あしゃかりー、源さんが殺してました。あ、聞こえてます？はいはい、源さんが皆さん殺しました。おお、まあまあスキップでいいんじゃないですか。かわいそう、人が死んでんすよ。いやでもスキップでいいんじゃないですか。まあそっか、センターさんで終わるか。うん、アシャカリさんに入れましょう。ん？ん？スキップでいいんじゃないですかこれ。まあどっちでも。センターさんもうちょいですよね。怖い、めっちゃドア閉められる。僕なんかセンターさんずっとカーさんやめて、ウロウロされてました。カーさんやめて。いや面白すぎるな。いや、ゲンさんと僕2人で一緒にいたの知らなかったんだろうな、マシャガリさん。で、こっからドア閉めバックするやん。そうなるよ。え、これマシャガリさんコンかな。まあ、ゲンマシャガリのあれなわけでしょ。あ、でもこれもう、ああ、終わった。これで終わり？これで終わりぽいなぁ、ね、あれ終わってないね。でも治るから多分大丈夫。これ夢があるぞ。いや無理じゃん。これでワンチャンあったら面白いな。ワンチャンあるぞこれは。あと10秒。え、あ、ナイス、治った。うわ、うん、いや全然治る。うわ、ナイスナイス。ごめんなさい。あかりさん、はい、ごめんなさい。マシャカリさん、僕しかいないと思ってた。うん。うんって。あれ、ごめんなさい。最後さ、アドミン側のオッズ直したマシャカリ。直してないっす。あ、直してないっす。はい、僕直します。なるほどね。うん。早かったもんね。さすがにアドミン側のオッズ直してたらやばいっす、俺。いや、そう。なんかアドミン側から来て、え、直したのと思って。直したの、直したの、直したの。直したの。殺しました。あ、殺したの？殺しました。いやー、面白い。非常に残念なお知らせ、面白かったな。結構キラコン頑張ったんだけどな。キラコンじゃなかった、キャラコンだ。キャラコン、キャラコン、いや申し訳ないっす。いやでも面白かった。めっちゃ邪魔されたんだけど、タスク最後センター追いかけて、センターからもうあれ以上幅も通った。ただまあ、ステップ最後めっちゃ面白かったっすね。キラカーに、だ僕の目の前で全部パシッて狙い撃た。うますぎる。締めコン、ドアコンがうますぎる。面白いね。いや面白いっすね。ちなみに最初、あれなんですか、やっぱ狙ったんですか、そのオラフ君のこと。いや、狙った。できるしだ。どっかでやってやろうと思って。めっちゃ警戒されてんだと思って。そうね、最終盤にオラフ君がいて、オラフ君にガードされて苦い思いしたから、オラフ君は序盤にいなくなってほしい位置ではあるんだよ。耐久してやろう。じゃあ俺イランボタン押しちゃったやな。オラフ君あっちにいましたよ。アドミ直すじゃなかったな。アドミ直す前に殺しよかったな。あ、殺せたんだ。時間的にどうなんだろう。いや、微妙な位置でしたね。ちょっと怖かった。ゲインさんがこっち来てくれて、うん、さ、右さんになろうかな。でもまあ、ゲンさんは引き返したもんね、確かに。ああ、そう、はい。ゲンさんとセキュリティ二段構えで、警備してたら、マシャカリさんが上から来て殺されて、ゲンさんが速攻ディレクトしてくれる。じゃあ、ごめんなさい。いや、面白かった。
追っかけるし、いっかなみたいな感じ。ちょっと悠長であったことは確かにすみません。いやそうですね。動画が面白かったという方は、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。毎日17時に動画投稿しているので、ぜひまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。